岩子毎日マラソン。岩子毎日マラソンは、日本陸上競技連盟が主催する IAAF ゴールドラベルの男子マラソン大会で、国際大会の代表選手選考会も兼ねる。毎年3月の第2日曜日、2019年より、2、滋賀県で開催される、エイムズ国際マラソンロードレース協会認定コース。大津市おじさん陸上競技場を、 発着点とする 42.195km で争う。コースについては過去何度か変更されている。2010年にもコースが一部変更され、折り返し地点が、従来の草津市新浜から大津市大谷にさらとなった。30km 地点手前の大津一平津付近を除けば高低差もあまりないため高速コースと言われるが、終盤には平山系からの向かい風が、 ランナーたちを苦しめる。東京マラソンと同様にこの大会でも市が、大津市の名称を通り、浜、大津、大津港や国宝、石山寺、日本三名橋の一つ瀬田の唐橋等が、その代表的な場所となっている。オリンピック、世界陸上競技選手権大会、アジア競技大会の男子代表を選ぶための最終選考会となっている。 本大会と福岡国際マラソン、東京マラソンの3大会で3年おきに持ち回りで、男子マラソンの日本選手権を兼ねて行われる。また、開催時期が3月であり、箱根駅伝などの大学駅伝シーズンも終わり、比較的長い期間マラソン練習が積めるため、有力な学生ランナーにとっては、在学時に最も出場しやすい大会である。過去には、日本大学の川島義明、 中京大学の中尾高幸、近年では山梨学院大学の中村祐治が優勝を果たし、中央大学の藤原正和が初マラソン日本人最高を記録予備、学生最高記録更新の快挙を達成している。2018年2019年、2017年度2018年度の大会は、2020年東京五輪のマラソン日本、代表候補を決める。 マラソングランドチャンピオンシップ、通称 MGC シリーズの対象レースに指定され。この大会の模様はコース上にある NHK 大津放送局に放送センターを置き、大津局を管轄する NHK 大阪放送局からテレビとラジオで全国中継している。総合テレビのアナログ放送と NHK ワールドプレミアムではスポーツ中継としては珍しく16。 の、の、の画面サイズで放送していたが、2008 2010年年から年の大会の中継は他の NHK のロードレース中継と同区14、9の画面サイズで放送した。2011年大会から再び16、9の画面サイズで放送しているアナログ放送はこの大会の放送が最後となるが NHK ワールドプレミアムでは 完全デジタル化後も本会に限らず、以降に放送されるすべてのマラソン、駅伝大会も16、旧レターボックス放送は継続。参加料は1人5000円である。1946年に第1回が行われたことから、現在開催されている中では、日本最古のマラソン大会とも言われる。1981年頃から1993年頃までは、 新人の登竜門的な大会で、オリンピックや世界選手権などの選考レースに、格付けされていても一戦級の参加があまり見られなかったが、1988年の第43回では、前年12月の福岡国際マラソンを怪我のため、欠場していた瀬シ敏彦が出場して、注目を集めた。セコは優勝し、同年のソウル五輪の出場権を獲得したことで、 物議を醸した。1997年第52回前年のアトランタ五輪で4位に入ったマルティンフィスが参加し当時の国内マラソン最高記録で優勝したことで状況が変わりフラットで高記録が出るコースということで国内の一戦級も参加するようになった。大きな国際大会の前哨戦や大会運営の予行演習として 会場が変更されたことがあった。1985年から2004年は、スタート前にトラックで、美和湖全日本女子競歩大会が開催されていた。大会の開催時期は、第1回が10月に開催された後、第2回から24回、1969年、までは5月がメインで、時に4月、第19回1964年、 第23回1968年や6月、第16回1961年、第21回1966年にも開催されていた。第25回1970年が4月に、開催されてからは5月6月の開催はなくなり、第26回1971年、28回1973年が3月、第29回。 1974年から第34回、1979年が4月と変遷して第35回、1980年以降は3月開催で定着している。第62回、2007年はレースの途中で気温が20度以上に上昇し、春先とは思えない過酷なコンディションに見舞われた。日本の招待選手10人が暑さに対応しきれず惨敗した。 2008年国際陸上競技連盟はマラソンなどの世界のロードレースを格付けする制度を導入した。琵琶湖毎日マラソンは2009年国内で初めて最高位のゴールドにランクされた。2010年もこの年に初めてランク入りした東京マラソンともに2年連続ゴールドにランクされている。毎日新聞社編。 ビワ湖毎日マラソン大会60年史ビワ湖毎日マラソン大会実行委員会2006年。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。